はい、こんにちは、レッドスノームです。今回なんですけども、免許の有効期間と更新についてお伝えいたします。これはもう図を使った方がわかりやすいので、図を見ながら解説させていただきます。まず、免許の有効期間っていうのは、免許交付してもらってから5年間です。5年間有効です。5年間有効。で、更新はいつ行わなければいけないのかというと、免許を受けてから5年後、これが満了日ですよね。免許の有効期間の満了日の90日前から30日前までの間に免許の更新の申請をしてくださいっていうことなんですね。で、申請をしてすぐに、新しい免許交付されればいいんですけども、そうじゃない場合もあるんですね。満了日を過ぎてその後に新しい免許が交付されるといった場合もあるんですよ。で、その場合どうなるかっていうと、この期間、満了日が過ぎてから新しい、免許が来るまでの間、この間っていうのは、こちらの昔の免許が引き続き有効となります。で、新しい免許が、来ますよね。新しい免許を受けました。新しい免許の有効期間でどうなるかっていうと、この満了日の翌日から5年間ですよと。これが新しい免許の有効期間です。ここまで OK でしょうか？もう一度言いますね。まず、免許を受けてから5年間は有効期間ですよね。で、有効期間の満了日の90日前から30日前までの間に、免許の更新の申請をしてくださいよってことです。で、満了日を過ぎても、新しい免許の交付、まだ受けていないっていう場合は、昔の免許が引き続き有効となりますよ。で、新しい免許を交付されました。そしたら、新しい免許の有効期間っていうのは、この昔の免許の満了日の翌日から5年間となるんだよということになります。で、注意していただきたいことがあって、それは何かというと、業務停止期間中であったとしても、更新の申請はできるんですね。で、これ、もしできなかったらどうなるかっていうと、たまたまこの更新申請期間中に業務停止処分を受けただけで更新ができないっていうふうなことになっちゃうわけですね。つまり、業務停止処分を受けた時期によって、更新できる場合と更新できない場合が出てくると。そうすると不公平ですよね。なので、業務停止期間中であったとしても、更新の申請は可能ですよと。ここの期間中が業務停止処分期間中であったとしても、更新の申請自体はできますよと。いうことは注意しておきましょう。まあ、この部分よく試験でも出るところなんで、今お伝えしたもうすべての内容、重要です。復習しながら頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスの個別指導では効率よく勉強することを行っております。今回図を使いながらお伝えしました。これも効率よく勉強する一つの方法です。このようにしていけば短期間で、宅建試験合格できますんで、もしあなたも効率よく勉強したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。